メガロマニアックのベースのログです。お願いします。はい、お願いします。本日なんですけども、アンケートを答えてもらおうかなと思って、その事前に書いてもらったと思うんですけども、書きました。一応寝起きにささと。なるほどね。で、今回なんでこんなことしたかっていうと、メガロマニアックってどんなバンドだっていうのもあるし、メンバー誰だお前っていうのもあると思ったんですね。アンケートをして答えてもらって、どんな人かなっていうのを知ってもらおうかなと、今回の企画撮影をさせていただこうかなと思ったんですけれども、じゃあ始めていきましょうか。じゃあ娯楽について始めます。好きな映画を一つ教えてください。処刑人っていう映画が好きで、好きかな。まあ一個挙げるとしたら。好きな俳優、女優は？好きな俳優はジャック・ブラック。バイブルという漫画を教えてください。湘南純愛組。過去一番ハマったゲームがあれば教えてください。ウィニングイレブン。好きな芸人がいたら教えてください。はトンネルズ。処刑人っていう映画が好きだということで、なんか思い出とかあるんですか？うまく説明できるかな。悪いことしても捕まってもここで裁けないと、そういう人たちをぶち殺しちゃういや要はどっちが正しいのかっていう、今の時代にも通じるものというか、建前上法律があったりとか制度があって、それに対してちゃんとやってればじゃあいいのかっていう、でも人の心理というか、物事ってじゃあ法律が全て正しいのかっていうわけではないと思うし、そういう矛盾点っていうのをただただ暴力で解消していくっていう、俺としては結構それで結構いろいろ考えることがあったなっていう。法律で裁けない相手を自ら、しかも兄弟で、俺は弟がいるから、ああなるほどね、2人で見てたのよく、ちっちゃい、ああそうなんだ、ね、でこの兄弟めっちゃかっこいいねっつって、でなんかその音楽もアイリッシュの音楽、まあアイリッシュの人たちがまあ主人公なんだけど、そこでやっぱそういう音楽的なものとかもケルトミュージックとかそういうのも影響を受けたし、その青春時代のそういう考えるきっかけになったのかなっていう。好きな俳優さんは何でしたっけ？いやこれ結局好きな映画にも入っちゃうんだけど、スクールオブロックっていう映画のまあ主演がジャック・ブラックなんだけど、なんかあんな学校の先生いたらめっちゃ楽しかったのになっていうのが、まあ学校の先生じゃないんだけど、まあねそうだね、そうノリでなんかやっちゃった、でもああいうなんかちっちゃい子供たちにロックを触れさせる機会ってなかなかないじゃない、そうだからあれはなんかそういうの見ててもすげえいいな、いい先生だなっていうか、きっかけになるだろうなっていうのが、俺も楽器の頃ああいう先生来たら超楽しかったのにな。はい、次音楽についていきたいと思います。音楽を始めたきっかけを教えてください。中学の時の同級生が多分ギター弾いてて、それで俺もやってみようかなみたいな、結構割と軽い感じだった気がするんだよね、よく覚えてないな。初めて買った CD は中渕剛のシングルのラン。最も影響を受けたアーティストは？いやこれ超難しかったんだけど、1個っていうのもあげれないし、1個ってあげれないし、まあ今の自分の中核というか核になってるのは結局は2000年代初頭のラウドロックのあのカルチャーだったのかなっていう、総括して。演奏する楽器を選んだ理由は？ギターの早弾きができなかった。わかりやすい。あなたにとって音楽とは？まあ生きる上でやっぱ必要なものかな。必要なものっすね。なるほど。初めて買った CD、長渕剛さんのラン、確かにね流行ってた気がする。ドラマやってたのね。そうだよね。でドラマも見てたし、まあ言ったらトンボとかさ、まあ、その前にやって、もうヒットしてたじゃない、でなんで長渕剛だったの？いやでも好きだったのよ、好きだし大体みんな聞いてたんじゃないかな。ビーズと長渕剛とチャゲアスって結構、そうだね、セットだった気がする。だからあなたにとって音楽とはっていうのはもう、まあ結局このコロナになって、要は不要不急の外出を避けてくださいとか、ライブは自粛してくださいとか、いろいろあるじゃない、至る所で炎上したりとか、中止になったりとか、まあいいイメージは正直多分世間一般的に特にライブってものに対してはないと思うし、そうだね、サブスクなんて今当たり前の時代だから、スマホ片手にイヤホンでさ音楽を聴けばいい、満たされるんですかっていうのもちょっと俺は違うなと思う、やっぱり音楽ってもちろんそれも音楽なんだけど、生で聴いたりとか、
実際のその現場で感じる感情っていうのは、うん、やっぱ俺は生活にまず必要だな、ないとちょっと生きた心地があんまりしないかな、うん、まあ生きれるけどね生きることはできるけど生きた心地はしないかな。口では言えないものだと思うんだよ、うん、やっぱあの瞬間って結構独特というか、それが好きだから続けてきてる部分もあるし、もちろん良くないものを見たら良くないなと思うけどまあそれもライブだし音楽だから、いや結局ライブって生き様だと思うからさ、うん、その演奏してる演者たち、周りにいるスタッフの人たちもそうだし、うん、PA さんだったり照明さんとかも含め、うん、その人たち自身だったりするから、うん、やっぱ CD とかにはパッケージできないから、うん、全部はすげえ真面目に語ってるけど大丈夫これ？大丈夫ですよ。寝顔マニアックについてお聞きしたいと思います。はい、メンバーの第一印象を一人ずつ教えてください。第一印象、いやまあゆういちはすごい面白いやつ、うん、ゆうすけは、うん、あの外見じゃない、結構寡黙そうに見えるでしょ、うんうんうん、結構昔からそうで、うん、だから外見とは裏腹によく喋るやつだなっていう。じゃあその第一印象変わりましたか？いやそれは変わってないかな、印象はね別に、うん、俺は変わってないかな。なるほど。メンバーに不満があればぶちまけてください。ね、2人に共通して言えるけど雑雑。ゆういちもゆうすけも、うん、ちょっとベクトルは違うんだけど、うん、雑さは一緒かな。一緒。メガロマニアックにおけるあなたの立ち位置は、何でも屋じゃない？何でも屋、うん、具体的にどういった何でも屋さん？よくバンドって、うん、役割分担があったりとかするもんだけど、うん、まあリーダー、うん、曲を作る人とか、うん、歌詞を作る人、うん、で歌う人、ギター弾く人、ベース弾く人、ドラム叩く人とか、うん、そこからメガルの場合今全部 DIY でやってるから、うん、動画撮影して編集して音取って音をミックスして、うん、とか SNS 動かしたりとか言ったら今後出てくるライブのブッキングだったり、まあ、やることはたくさんあるんだけど、うん、割とある方大抵のことには俺首突っ込んじゃってるから、まあ、作曲とか作詞以外はかなの分野においては、うん、浅く広く、うん、うっすらとやってるやってる感じじゃないかなと。なるほど、分かりました。では最後になります。メガロマニアックを一言で表すなら。ね、これすごい考えたんだけど、まあ、今言えるのは何が出てくるか分かんないびっくり箱。おお、それは開けて驚くだけじゃなくて、うん、歓喜するとか、うんうん、そういった部分も含まれるような。まあ歓喜はさせたよね、開けてもらったなら、うん、そう、今やっぱり俺らもじゃあこれこういうパッケージでポンといきますっていうよりは、自分たちの可能性的にいろいろ探ってる段階でもあるし、うん、まだライブすらもやってないから、うんうん、何が出るか分かんないっていうのは結構俺もそうだし、今後どうなっていくのかっていうのは、まあ、これからの活動次第だから、うん、まあ、びっくりできるようなびっくり箱になれたらいいなと思うし、うん、今後の展望としてはとても自分自身も楽しみがあるっていう感じなのかな。そういう可能性の意味も込めてびっくり箱、まあ開けてもらって、ね、人によってどういう受け方をするか分かんないけど、うん、驚く人もいるかもしれないし、納得できる人もいるかもしれないし、やっぱそう来たよねっていう人もいるだろうし、うん、そういうのがいろいろ詰まった箱になればいいんじゃないかなと思う。なるほど、うん、分かりました。では以上ですね、アンケート終了となります。やってみていかがでしたか、このアンケート？まあでもそうね、その振り返りもあるし、うん、意外とメガロのこと考えてたけど、うん、まあこういうふうに例えばメンバーのこと一人一人とかもそうだし、うん、大事なことだったのかなと思うから、うん、いいんじゃないやって、うん、ちょっとあれはね、投げやりな感じはするそんなことないよそのやってみて、うん、少しでもどんな人間がこのプロジェクトを動かしてるのかっていうのを分かってもらえるんだったらよかったんじゃないのかなと思うから、うん、まあアンケートやっていただいて、まあこれを初めて見る人もいるかもしれないし、うん、今まで見た人もいるかもしれないので、今見ているこの視聴者の方にちょっとメッセージがあればお願いできますか？メッセージ？はい、まあ、あのまだライブもできてないし、曲も1曲しか出してないんで、何やりたいんですかって思ってる人もまだたくさんいると思うんですけど、やりたいことはやってるんで、
面白いと思ったらいいねボタンを押せばいいんじゃないですか。まずはそこから。なんかそのうちライブもやるんで、こんな状況ですけど来れる方は無理せずご自身の選択でその会場に足を運んでいただけたらと思うんで、まあその時を楽しみにしてるし俺らも頑張るんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。メガロマニアックベース6くんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。